これが我らの生き様。お前は我らをどう使う？交渉か、騒乱か、相手次第だな。袋と同じよ。口を縛って追い詰める。我ら魔王軍が根絶やしにしてやる。例えば勝利との確信、素人だと教えてやろう。数えて数えて小豆がたくさん。戦の末は無数の弾痕のみが知るだろう。所属する軍が異なった。それだけのことだ。一のためにお祈りしてね。みんな喜んで、兄様が褒めてるわ。何がいけなかったのだ。何が。散るはものの、逃げるは民草よ。続け。我らの目標は誇りに生きることだ。了解。我が軍の策がまるで意味をなさぬなど。どうして刃の届く距離が近づいたの。前線にて力を示す。それが最下の棟梁。こんな時はそう、合気砲だ。取られたか。ゼ軍、応援せよ。一のために火の花を飾ってね。我らの流儀を教えてやろう。艦類に行け。艦類のさん、いっぱいね。せめて戦う者の顔を我らは望むが。来たぞ、幾千羽のヤタガラスだ。みんな死んでいく。それでいいわ。
そうなの。なんて綺麗で残酷な人。ピュアの海から位置をそっと引きずり出すのね。あの甘くて優しい暗闇の夢から認めたくはない。その心弱さは我らは憎む。おいでおいで、うちは怖くないよ。このような者たちのために窮地を迎えたとはね。いや、それも過ぎた話だ。去れ、己の過去に背を向けた姫よ。ここは、位置は何を。誰もいないの。兄様、濃姫様、乱丸。仲間さん様、あっ、お気の毒です。この私が病んだ魂を送って差し上げましょう。どうか安らかに。第五天魔王、あなたの血が必要なのです。あの方を呼び行ける、最も近い血が。待て、何を言っている。あの魔王を呼び行けるなどと。そうです、このためだけに長い時をかけてきました。名を変え、顔を隠し、身を偽り、あなたに会う方法を考え続け、これでついに会える。あー、落ち着け、私を落ち着け。あの男は死んだ、それが真実だ。
私が許します。生きるために切り捨てる罪を。良い砂だ。怖いのですが大丈夫、私が見取ります。そう、私から会いに行けない、いいだけのこと。大義よ、我が剣族、その血を捧ぐるためだけに作られし命よ。ならば行かん。世が作り上げし乱世を、うつつの眼で垣間見んとす。魔王、織田信長、あの日の悪夢を払拭するなど、もう叶わない出来事だった。なぜなら奴は謀反を受けて。東洋、先代の仇を討ちましょう。我らの名誉にかけて。我ら誇り高き最下衆、受けた屈辱は必ず返す。この日の到来が運命ならば、我らはそれに従おう。先代よ、どうか我らに力を。どうか私に何をも恐れぬ炎の生き様を。呼吸よ、急がな。
これを早がれを撃つな。剣僧、爆音、それが我らの言葉。なみゆえ、我が恩者を邪魔せんとぞ。せめて戦う者の顔を我らは望むが、続け。我らの目標は誇りに生きることだ。了解。前線にて力を示す。それが最下の棟梁。狩猟孫一、最下において最も強き我らだ。狩猟の功績は同時に我らの功績。という名の小さき万有を。貴様にゆえあらず、余が否なくべき個人の主。最下の恐れられたものだ。討伐大将、オツの絶命を確認。
機体を狙う。外しはしない。貴様はいかなるものぞ。金色の坊主を守護せんとする者どもの頭、その屍の傍らに立ち尽くす者あり。貴様かの者なり。なれど人が時を経たところで所詮は物よ。その力に限りあり。人は変わるものだ。変わらないのは魔王、人をやめたお前一人。変わらぬなど死んでいるのと同じことだ。この世で最も堕落した者、織田信長、無数の風穴を開け地獄に帰るがいい。仇でもある、憎しみもある。それ以上撃つだけの理由がある。うっすの座標を耳にせんとす。生き様とは命ある者の証だ。亡者の支配など受け入れはしない。化身として命ず、真に欲するところをさらけよう。義か呪か主か断りか、あるいは狂いか。今度こそ打ち抜いてみせる。あなたが叩き込んだこの技で。よし、その覚悟を世に報じる。我らは最下衆、命の様を見つめる者。太古からの盟約にて意志の力を証明する。すでに滅心が行く。任せくだされ。世の対局を名乗るか。それもまたゼナル。ゼナル、あなたの生き様をこの引き金に。風に風もらうぞ。人はお前のためにあるわけではない。理解して破れろ、第六翼天使。世の一睡がためよ、滅べ物の家よ。知らはこのまに黒溝を吹けよ、たるさめよ。抗いあおれ、灯しを退化と変ずため。
我再び眠りにつかんとす。なれど目覚むる日が来たらば、ことほぎ貴様の魂を所望す。さらばだ魔王、いつかその時が来たら私を迎えに来い。先代、我が死を。泣くな、私を。先代、我が死を。